い、じゃあね、おはようございますだね。おはようございます。はい、今日は月曜日ですね。はい、また課題生活です。はい、今日は ⑥ かな、8です。私、あ、そうだ、翔ちゃんちょっとね、なんかここ変なんだけど、りみちゃん6なんだけど、翔ちゃん8。私8です。うん、で、じゃあちょっと見てみましょう。今日は国語だね、まず。はい、国語音読、音読した後に、その音読をしたやつの、特徴とか、うん、なんかノートにまとめるのね。そう、ノートにまとめます。はい、めんどくさいですね。で、2時間目算数。算数。18、19を開いて、問題を解いて、目当てを書く。なるほど。目当て書いてた問題を解く。はい。で、動画を見てくださいって書いてある。動画を見るのね。はい。その後に、四角2と四角3をノートにやって、算数答え集で丸付けをする。なるほど。丸付けまで自分でするから、結構時間がかかるっていう。そうだよね。で、3時間目が社会。社会結構早く終わるの。そうだね、読むとかだもんね。うん、はい。で、4時間目が総合の進め方、プリントを見て進めようだって。総合はね、うん、国を調べる。うーん、はい。で、体育で6時間目に国語がまたあんのね。はい、ここにまた漢字スキルとかあるから。あー、漢字スキル78、5個から漢字スキル78、ね、78、めっちゃ大変だし、練習もしないといけないから。その後にさ、また自学ってあるのが嫌だよね。ね、どこまで勉強し、ね、するのかって感じだよね。うん、6時間目終わった後に、あー疲れた、終わりだと思っても自学があるから。うん、そうね。なんかさ、やっぱ他の学校ってさ、なんか国語はこれだけやって、数学は、算数はこれだけやってとかっていうさ、うん、課題の出方だけど、しおちゃんとこの学校は時間制だから、もう時間でも区切ってあるので、もう絶対どんなに頑張っても一日授業っていうか勉強になっちゃうから、ちょっと気持ち的にね、あーってなるね、これはね。どんだけ頑張ってもね、午前まで終わんない、うん、もう午後も変わる。まあ、でもとりあえず今日はこの通りにやるけど、まあ、明日からちょっと様子を見て、1時間もかからない内容の時もあるじゃない。ある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 。そういう時はもう前倒ししてやってもいいかなと思います。例えば2時間目のものが30分で終わってしまったら、その次の授業のものをもう繰り上げてやって、繰り上げてやってって感じで、そうすると午後が空くじゃん。うん、そしたら気持ち的にも、あ、今日の午後はゆっくりできるとかさ、できるでしょ。できる。だからそういう風にしていってもいいかなって思います。じゃないともうね、毎日朝から3時まで勉強って思っちゃうと、ちょっとおーってなっちゃうかもしれないので、はい、やる気がね大事だから、それを考えただけでもあーやだなってなっちゃうと、やっぱ全然ね集中力も違うと思うので、まあでも今日はちょっとね、この通りに頑張って月曜日だからやっていきましょうか。はい、はい。総合の進め方、こっちにあった。総合の進め方あった。ああ、本当だ。隣に載ってたね。総合の時間はこれをやるのね。そう。どう？大変そう？世界の国を調べようで。うん。ね、国調べてて。調べて、うん、なんかまとめるみたいな。そう、調べることが載ってるのね。なるほど。これも調べてください。3つぐらい調べるの？違う、もっとだね。めっちゃ調べるよ。うわ。すごい、これまとめんのを調べて、うん、そう、それをノートにまとめる。やっぱ3年生と5年生だと5年生の方がやっぱり大変だね。ポイントとかも書いてあるから、うん、自分でなんか考えてさ、まとめたりしてる。そう、グラフとか書けって書いてあるし、うん、いやー、5年生でこれだから中学生とかもっと大変だね、きっとね。だね。うん、でも翔ちゃんね、習字をまだやってないんだよね。そう、先週の宿題。そう、1日ちょっとね。そう、習字がどうしても思い越しが上がらずやってません。週末もやってませんやばいですよね。はい、なのでどっかで投稿、あさって投稿日だから。そうなの、やばくない？今日か明日のどれかで習字もやらないと。習字やんないとも私やばいよね。あさってって、まああさっても学校行くのは午後だから、午前中もできるんだけど。待って、なんで書くんだっけ。習字は どういう学習なの？
待って、折れ曲がり払いなど書きましょうって簡単じゃない？そういうことか。簡単じゃない？文字を書くんじゃなくてもう基本のやつをやってくださいってことね。え、文字か、え、とりあえず4ページの教科書4ページを見てやればいいんじゃない？教科書4ページって書いてあったよさっき。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃ、はい、というわけで国語はね、まず音読をやっていきたいと思います。音読は新聞を読もうってやつで、新聞の説明が書いてあるやつですね。はい、読みたいと思います。新聞を読もう。新聞はマスメディアの一つです。印刷物によってさまざまな情報を一度に多くの人に伝えます。新聞記事を読み比べる。もうちょっと。はい、ということで今ね音読終わったんで、これからノートにまとめていきたいと思います。ということで切ります。バイバイ。はい、ということで今から算数をやっていきたいと思います。算数はね、本当に教科書の問題を解くっていう感じなので、はい、ガンガン解いていきたいと思います。はい、というわけでね、3時間目の社会なんですけど、私算数は結構早く終わったんで、社会をね2時間目にちょっとやってたんですけど、まだ終わってないんで社会をまたやっていきたいと思います。私国語算数理科社会の4教科で一番社会が嫌いなんですね。まあでも私図工以外なら何でもでき好きなんで、できるってわけじゃないんだけど、図工以外もなんか好きなんですよ。なんか解けた時のね、なんていうの、嬉しい気持ちみたいながあって、なんか図工はなんか絵描いて終わりです。なんかそんな嬉しい気持ちとかにもなんないし、なんかそんな好きじゃないんですよね。はい、というわけで社会やっていきたいと思います。はい、ということでね、今から4時間目をやるんですけど、総合をねの予定なんですけど、総合がねちょっと3時間目にやっちゃって終わっちゃったので、今から6時間目のね国語漢字をやっていきたいと思います。ということでバイバーイ。はい、ということで5時間目は習字をやっていきたいと思います。はい、というわけで習字です。頑張りたいと思います。書けましたか？はい。あまりね、もう名前書いちゃったからあれだけど。そっか、見える、こんな感じです習字大嫌いだもんね。大嫌いなんですよ。しょうがない、しょうがない基礎がなってないから友達に言われたんでしょ。友達に言われましたしょうがないね。しょうがないね、こればかりは。はい、自分でも思ってることなんでね、本当に苦手というか、まず基礎なってないんで、本当に汚いというか本当汚いというか、はい、へったくそなんですねということで今3時51分です。え、もう2時間撮ってんの？やばいでしょ。もうすごいずっとやってたね、なんだかんだ言って。もう授業2時間分やっちゃいましたか？2時間分やってましたもうすごいよ、あと9分で、あと8分で4時ですけど、もう帰ってくるね。もう帰ってくる時間ですね。もうでも終わったんでしょ？やっとやっと終わりました。よかったよ、終わって。
3時15分から、え、自学だもんね。うん、で3時15分で終わってる。じゃあ多めにやりすぎたね。2時間半2回と半分。しょうがない、もう習字と格闘してたからね。うん、しょうがないですね。でも終わってよかったね。終わってよかった。はい。ママの指導があってことよ。いや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 。はい、じゃあとりあえず片しましょう、習字。待って、私の字見せたい。何の字を？最初の字を。じゃあどれどれ。もう最初の字見せたいっていうことで超面白いですよ皆さん。これみたいな。あったあったあった。行きます。じゃじゃ。やばいよねこれ、ちょっとね、腹がちょっとデブっちょ、上がちょっとさ詰まってデブっちょだけど、そう、草はさ、うん、まあまあ雨が大きくて、うん、ママにこれですごい笑われて、それで、え、でもこれ良くない、このこれ、うん、うん、だいぶ上達したよねこれに比べれば。そうだよ、これに比べれば全然上達しましたよ。もっとやばいのなかったっけ？なんかヒョロヒョロなのがあったよね。ヒョロ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 なのなかった。めっちゃ細いやつ。そうそうそう、これこれこれかな。この腹が超細い。やばいよ。やばいよねこの感じ。これもう草がすごいなんかちっちゃいやつ。草がめっちゃちっちゃいやつ。見て、このめっちゃ練習頑張ったやつ。頑張った。なんかさ、顔にすごい墨ついてんだけど、本当に口に墨ついてるよ、鼻にもついてるよ。見て、見てみてよ。すごっ、すごいついてるよね。え、これなんだろう、面白いの。わかんない、なんだろう。え、すごいついてんね。すごいついてるよ。見て、これすごくない？ちっさ。そっそはい、でももう終わりましたね。すごいね。汚い手で触るとますます顔汚くなっちゃうよ。ほら、やばい。その手で触っちゃったからちょっと汚いんだよ。だいぶ乾いてるから、ほら見て、ほら。いや、って誰でよ、ママにつけるの。やめてくれでーす。書いてないでしょ。もう乾いちゃったから。とりあえずこれとこれと。うん。とりあえずね、提出できるものができたのでよかったね。はい。はい、じゃあ終了でーす。はい、ちょっとね、今こんなところでなんですが、ちょっと机の上は習字の道具で散乱して、はい、床も今すごいんですけど、教科書が散乱して汚っ、やばいね、もう勉強してますみたいな感じはありますけど、一応汚いみたいな。こっちはもうね、習字がバッと散乱してて、まあしょうがないね。だって片付ける時間がないんですよ、勉強に追われて、課題に追われてはい、じゃあちょっとね、ま、じゃあ1時間目の国語はどういうことをしたのかな。まず音読しました。はい、音読、音読しましたね。はい、はい、音読しました。 OK です。じゃあ次算数、その後に、え、あ、その後になんかまとめ、まずノートにまとめました。はい、ここです。あ、1ページノートにまとめました。はいはい、次、はい、はい、算数かな。算数は18と19ページの問題をただ解くだけで、うん、はい、めっちゃ簡単でした。見といた後は、うん、こっからね、うん、こっから、うん、ここまで。あ、こっちも、こっちもページもね、こんな感じね。はい、ここまで。はい。間違えてますね、一問。問題間違えました。問題間違えたの。もったいない。え、問題間違えなかったら、パーフェクトだったの。うん、ねえ、そういうのも一番もったいないよね。一番もったいない。書き間違いがね。うん。はい、じゃあ次、何でしたっけ、社会。あ、あと、動画見ました。あー、動画見たの、ちゃんとここにね、うん、載ってて、これをスキャンすると動画が見られるんで、うん、見るって書いてあるんですよ。うん、見た？見ました。はい、なんか、教科書のね、うん、こっちの、うんうん、こっちのね、やり方が載ってて、うん、へえ。解説してくれんの、人の声が。わかりやすかった？わかりやすかった。うん、オッケー。あとでママ見る？うん、いいです。見なくてもいいです。次に社会。社会。社会はね、うん、ノート使ってなくて、うん、この教科書類で。教科書類を。ね、ここまず読むんですよ。うん、読んで、その後に こっちです。こっちの教科書に行って、うん、ここを書くっていう。
あ、ここを書いたんですね。はい。で、あと後ろの、うん、ここの問題を解くね。はい、めっちゃね、はい、北朝鮮長くないですか。あ、名前、ね、朝鮮人、朝鮮民主主義人民共和国長って。長いよね、うん、はい、はい、こんな感じですかね。あと4時間目かなっていう。総合、総合、総合の教科書。総合も教科書があるの。そう、総合も教科書があって、うん、総合は、うん、なんか、なるほど、ザ・ワールド、世界の国を調べようだって。で、こういう感じでね、世界の国を調べる学習で。おー、はい。はい。世界の国、何でも自分の好きな国を調べればいい。そう、自分が調べてみたい国を一つ決める。なるほど。で、しおちゃんは私、フィリピンにしました。フィリピン、で、こんな感じでまとめてたんですよ。はい、フィリピンについてまとめたのね。はい。おお。なんでフィリピンなの？ね、一番聞き慣れてるというか。一番聞き慣れてるから。なんかアメリカとかはかみんなと被ると思うんですよ。うん、ああ、そういうことね。フィリピン被んなそう。なるほど。あと英語の先生がフィリピン出身なの。うん、へえ、そうなんだ。だから英語、あのフィリピンのお金、うん、お札を見せてもらったりとかしてことあるし。こんな感じかな。それでフィリピンを選んだのね。なるほど。はい、じゃあ総合は以上かな。以上です。国を調べて以上。次、何？体育。体育はちょっと一旦置いといて、国語。漢字。で、体育はね、なんで飛ばしたかというと、今日雨が降ってんだよね。そうですね。で、外で歩くとか走るとか書いてあるんで、あれ漢字がない、できませんでしたので、今日は飛ばしました。あれ漢字がない。あれ、え、あ、あった大丈夫、騒いでますけどもう、ん、ここと、うん、こっちのページとここのページ、うん、まだやってないんですけど、あと1問だけ漢字がちょっと残ってる、ね、あとこっちで、うん、あとこれ、ここのページと、うん、このページと、うん、このページやりました。おお、やりましたね。はい、見て、編集の編、あ、編集の編なら、これで編集って書けるよね。なるほどはい、で、習字になると。いたこれで習字です。はい、ちゃんとできましたね。今日もバッチリできましたね。今日もバッチリお勉強しましたね朝から。しましたね。はい、ちなみに今日も7時半にね、起きましたね。7時半に起きて、ちゃんと8時半ぐらいからは勉強始めました。はい、はい、頑張ってますね。はい、はい、じゃあ明日も頑張りましょう。次の登校日は明後日なんで、水曜日。それまでにね、課題が提出できるようにしないといけませんね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でしたバイバイ顔拭いた方がいいよ、墨ついてるからね後ろに舐められたらやばいやつ。そうだ、ね。